DS BDS ハヤツクルーズ京都ね。以前にね、友達もどきの人と、チケモンバトルしたんですよ。バトルできなかったんだ。そう、前ね、通信ケーブルがなんかこうぶっ壊れてて、通信ができなかったんですよ。あのスーパーブルートとで買ったやつがこう壊れてて使えなかったんですよ。で今日ね、ハードオフで買ってきました。やっぱこれでしょ、紫のやつ。やってました？やってた、やってた。これでさ、バタバタしい。や、ほんとやってたよ。で、なんとまた新しくね、買ってきたんですよ。サファイア、エメラルド。で、こちらのデータをね、見てね、ハードオフはね、強いのかね、ちょっと検証してきてます。で、お互いね、このどっちかで戦います。で、そこにどれにする？あ、まあそれやるか。はい、絶対こっちの方が強いから。でさ、スーパーポテトで買ったやつさ、これ2000円以上なんだよね。高っ。高っ。そう、ハードオフで買ってよかったね。さあ、つくか、希望の塔来るか、来い。データよ。電池切れのため時計が動かなくなりました。時計、うわー、ポケモン図鑑28匹。おかしいだろこれ。なんでプレイ時間が28時間やってんのにさ、28匹しかいねえんだよ。なんだこれ、やばいやばいやばい。ポケモンが、うお、マジかよ。もしかして、連れていく。おい、めっちゃ弱えやん。あでもそこまでだ。お、もうこれ、四天王いけるレベルだ。よかったよかった。でもそれにしては弱えな。はい、ジェイソン君のね、データでやっていきましょう。0匹、0匹。くそ !60 匹見てる。プレイ時間も多い。で、ポケモン。お、やったやった。おい、何やってやばあ、でもヒンバスだよ。え、すごくね？何がすごい？え、ちょ、ヒンバスね、めっちゃ苦労して俺で釣ってたからね。あ、そっか、雨の日とかなんとかだった。そう、もう場所でね、分かんなかったね。一回も釣れたことなかったよ、俺。釣れてく。よっしゃ。お、お、うわ。お、よしよし。やばいやばい。やったー。やー、やったー。なんだよこれ。よし。隣りあえずない。お、え、めっちゃいるやん。戦いましょう。なんだよこれ、普通に強いやん。ピンピン。はい、手腕でね、通信に成功しました。なんとね、この白いねケーブルでできました。こっちね、なんでかまたエラーになっちゃってできなかったんですけど、以前エラーになったね通信ケーブルでできたんで、よかったです。で、ルビー&サファイアでね、やることになりました。で、僕はルビーで。よし、もうほんとね、ちょっとでもいじるとね、通信エラーになるのが怖いんで。勝つかも。よし、行くぜ。真剣勝負ですよ。月の。何時ろ、ジェイソンか、何時ろ、何時ろ。あ、いい勝負するか。お、すげえ、懐かしい。お、おい、ポケモン少な。やばっ。牝馬雑魚。お、いけるかもしれない。よしよっしゃ。よっしゃ。なんだよこれ。なんだ、ヒンバス何タイプだっけな。早っ。懐かしい。おい、ふざけんなよ。よし、こいつは懐かしいキャラだ。通信待機中。これでエラーになったら怖いな。いけ。あ、懐かしい。これ思い出せないポケモンランキングにトップ10入りしそうだね。ね、名前絶対出てこないもん。しかし何も起こらない。ほんと、ツバメってほんとただの鳥やん。よし。これはもしかしたらアリエル勝てるかもしんない。なんだと？一番早いじゃん。わざわざ来いね。よし。
おお耐えた？うん強っくそーよしこれメロマメロやってたらねもしかしたらねあるねうんふざけんなよふふふよしこいつ強いぞこれサトシをね追い詰めた野郎だからこれん？いけポテマルえアニメで追い詰めてたよサトシマジでうんで途中で進化したねこいつへーやっとうぜポテマルって何変身するとなんかお相撲さんへえ。お相撲さんもうただのお相撲さんでもお相撲さんだったっけそうだようわせこでもあれじゃんもうあのポケモンの大会で泣いた小学生ガルーラですガルーラマジ強いからねいえメタル化とかねもうよく分かんなくなったよねあなんだよふざけんなお前買ってるし残ったいただきまーすまーすよしよしよしいけたいけたなんで前行けなかったんだやったやったやったよっしゃてめえふっくるしてカモララに行くのかなんだこれでもいい勝負してると思うよ言うなんだよその子レベルはあ出たムーマ俺好きだったなうっ強っムーマって何の進化進化出たでもドラゴン族だからしかねおおめっちゃ食らったうわこれで思い出せないねあれだね基地作る時の技やばっあっ麻痺強えよなうわ強っおいせけえよ強じゃないよよしせめて1体倒してほしいよねよっしゃーレックス倒されたよおえ、でも強くないそれラティアス100レベルこっちもこれしかないよ倒せるかうわなんだよマヒマヒじゃんで素早さがもうねめっちゃ落ちるし動けなくなる可能性もあるし早くヒンバス倒してよいや帰りゃいいじゃんもういいとか言われてんじゃんかわいそう吠えるよおいやめてくれうわ全然効かないしゃくれおいやめてくれよっしゃおっよし耐えた竜のいびきってレベルの分じゃなかったっけ違うっけ分かんないあ竜の怒りかそれはあーやばー赤いコンスこっちピジョットってノーマルもあるよね確かうんあ 1.5 倍だねよっしゃー一撃じゃんあちょっとね弱いよジェイソンくんふざけんなよおっなんでそんなレベル低いのわかんない卵なのあー多分普通50レベルとかでそう強いかと思ったらさうわただの鳥やん鬼ドリルレベルじゃんなんだこれじゃ意味ないよあ意味あるけどよっしゃしかしダメだえ見たないや見てないよなはな、は絶対無理じゃないか、なんなんだ見せたいだけじゃんそうそうふざけんなどうだね、バイバイよく006はぁさあ、倒すがいい全然やば全然食らわないじゃんえ
とか今一番強いポケモンってなんだろう。もうポケモンいないけ？キンバースがいい。おお。いや当たった。効果は自分バイバイ。いや次当たらないと思うけどな。お、すごい。当たった。おお。命中率 35% ぐらいだ。確か。うん、すごっ。よし、バイバイ。はい、See you。よし、勝ったぜ。よし、じゃあ俺それ次。イエーイ、勝った勝ったー。ああ、ヒンバス死んじゃったよ。ってことでね、ポケットマスターになれたらね、この PDS 株式会社ことペインダンテ翔之介、イギリス出身のね、ハーフ、24歳がね、勝ちました。どうですか？ってことでね、ボンボンに勝つことができました。何ボンボン？この前ね、せっかく勝ったのにできなかったから、今日はね、改めてやったんですが、まあ、ポケモンね、またやりたくなりました。ってことで、ご視聴ありがとうございました。ドレッシー！ PDS 株式会社。チャンネル登録！よろしく、よろしく、よろしく。